ドバッチです。アーツ。ほ、ドバルクです。はい、ということで、ドバン BE:FIRST の。いや、勝ってるね。いや、ワンマンのやつ、見ていこうかなという動画をやっていこうと思います。はい。俺は知らない曲が全然あるとあ。そうですね。でもね、見てもらいたい曲もあるんですよ、シンプルに。なるほど、なるほど。僕もでもね、結構ハマってる。ハマってる。紹介してもらった、ムーブオン。はい、ギフテッド、ブレイブジェネレーションか、うん、はかなりこすってますかね。ああ、いいっすね。ブレイブジェネレーション、うん、やっぱあれはもう本当にいいなっていうか、うん、大丈夫 I know がめっちゃ好きそうだね。あそこ好きすぎるっていう。てかまあ普通に、なんだろうな、いいよなあの曲。いやめっちゃペラいこと言ってる。いいよな。普通にいいんだよ。まあ、ギフテッド・ムーブ・オンは、まあ、動画で見てもらった通りなんですけど、はい、まあ、トゥ・ザ・ファースト、これはまあ、あのザ・ファーストのねテーマ曲で、もともとスカイハイの曲なんだけど、それを BE:FIRST の7人がやると、うん、7人版はどうなんだろうっていうのも気になりますし、 BE:FREE とかもね、俺めちゃくちゃ好きで、うん、特にジュノンが輝く曲なんですね。なるほど。結構ポップな爽やかめな曲なんですけど、ラファーワチャンネルのテーマソングではないってことですね。いやいや、すごいな、懐かしい。ラファーワチャンネル確かにあったな。それとは違うんですけど。なるほど。でもファーストステップ、キックスタートとかはまだ俺もしっかり聞き込めてないから、うん、ちょっとライブでしっかり見たいなって感じと、あとはシンプルに俺めちゃくちゃシャイニングワンが好きすぎるので、うん、それもねしっかり見たいなっていう感じでやっていこうと思います。 OK。 あ、シュンとやんけ。あ、全然ついてんの。あ、なるほどね。レオン、もう料金止まる。あ、ほんとだ。そうだ、もう竜兵、シュンとかっけえなこれ。よしよし、全員ランダムで入ってんのか、もしかして。あー、ジュノンかっけーな。おレオンもいい、ね、決まってんな、これ。この、リョウキーで、これ顔面そう映しね。このマイクすら持ってねえっていう、このビジュアル担当だから。俺が再現する。再現度 2%。 2% って。まだとめっちゃこれいいな。いいね。めっちゃイケメンやん。うん、そうだ。そうだ、このちょっと躍動感ある感じね。確かに。21だろ。どう見ても確かに。 15？ 15です。15か。 180.5 センチでしょ。俺は157よ。その当時、そう、157センチ58キロぐらい。うわ、かっこよ。おー、メイン画面 YouTube では見ているんですけれども、 Gifted Move On、 この2曲を見ていこうかな。あ、そこ見るんですね。あ、見ましょう見ましょう、全部見ていきましょう。じゃあいいですか、スタートしますよ。はい。スモークたかれてるし、めっちゃ。そうそうそう。今日来てくれてありがとうございます。誰よそれ。山田くん。山田くんかい。あ、この人誰ですか。おお、会議出てる。会議。ちょっと俺進行やらせてもらおう。パラサイトデジャブの話だよ。パラサイトスカイハイ見てるから。見てる見てる。俺鼻血出したり。熱すぎて話出して座ったの。うん、あんま見れなかった。声がね、出せないから拍手なんですね、ここね。きた、これイントロかっこよすぎるからな、ギフテッドのオーケストラ調のこのドラムとさ、このバイオリン実はガッティが弾いてるっていう。いや俺音楽マジで下手だから全部。おい、かっけえ。よく見よく見ってもらうな。そうねえよ。推定21歳ね。推定21歳。実際15歳。そう。命、ああ、とえどんな夢を見たって、そこに君を出していたい。まず顔は子供だからな。どこを探しだって、僕ら以上はもうありえないでしょう。ドゥデドゥンっつってね、トトディンです。ギフティー、見たこともないくらい。イエー、うわ、竜兵かっけえ。ギフティーン柔軟。 And now the real one。 いいねー。ちょっとこれ可愛いとこね、ちょっとギュンギュンね。ここはあの日本のアイドルらしいとこ。4段階でギュンギュンギュンが入る。すごく理にかなった素振りですか。ボールボールボールストライクって言うでしょ。まだといかちいな。これで終わりかーいとかね。ゾンビシャーイって言われ、まだ乗るとあれだーい。で、僕もんにしたい。ここかっこすぎ。ここ押すて下げるんじゃない。今を光らせるマライフ、この体に刻みたい。イエーイ、かっこよ。
シュンとソータラインがちょっとかっけえよな。ラップラインね。うん、マナトもいかちいしな。ここいいよな、ジュノンの。いいね。もうありえないでしょう。ドゥテテ。We're just gifted。見たこともないかな。ちょジェシーみたいな。ガチで。ジュノンの歌うちの別格でなんかすごいな。いや歌めちゃくちゃうまいからね。うん、そうありました。鳴りやまないですね、拍手が。ね。息上がってますよ。やっぱこのすごいダンスが。いやね。あのギフテッドのあのダンス、ハンドマイクでやってるの結構すごいけど。ああね、確かに。じゃあ、ムーボン。はい、ここで持ってかれるもん。良すぎる。年齢詐称だからね。この瞬間だけもう22なんだよ。いいな、リョウキのラップ。いや、めっちゃいい。ランキュー、ノー、ゴー。いいね。来た。これ吐息のね、なんか裏声みたいなの入ってんだ、みたいな。なんかい、なにそれ、しゃねー。いや、めっちゃドラゴンだわ。いや、やべえ、ミスター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 。あ、なに不良機の解説したら、ちょっと。戻そう、戻そう。戻そう。ゲラーを聞き逃した。聞き逃した。しゃねー。ぐー。これは、やばいよな。どう入れてるんだろうな、ね、声を。絶対出せないもん。うなってるだけよ。でも喉ベースとか出してる。音の質がそうだもんな。なんかうーん歌声強いより音の感じするもんな。そうだよ。ぐるーすげえよあれ。スカイハイもあれはもうあれはもう必殺でしたね。つってたもん。このレオかっけえっすよね。全部でたらべってもね。No no no。いやーここもかっこいいっすね。桜は慈しむことを知る。いいよな。めっちゃいいね。マナトいいですね。マナトいいですね。からの幽閉来たよ。マイセーフ、赤赤マイセーフ、ムーバー、赤マイセーフ、赤赤マイセーフ、ブンブン、ティーティーティーってこととかティーってこととかと、これはやっぱ本当にこれ K-POP だもんな。完全にグオエブラーだからね。ブラー V もありましたよね。ブーってなしたアイドルね。ボボ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 ボ。YouTube で見てた2曲だったんですけれども、はい。やっぱ大画面いいな。そうですね。ブルーレイ画質と、うん、これはめちゃくちゃかっこいいわ。うん、なんか新鮮にまた見ちゃったもんね、シンプルに。そうね。あとだから俺はあの時初見のリアクションをして、はいはいはい、これでまあ、ちょっとなんかこう何回か見て、そう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 。でこれ慣れのある状態で見て、いろいろと重ねられる部分とか、ね、まさにあのコメントできたんですけど、その両機がその G ドラゴンに置かれてるみたいな。おうおうおう。ビッグバンのね。うん、改めてそれ聞いてからやっぱりこのムーブオンの両機のラップを聞くと、うん、出てんだよ。ドラゴン味が G とドラゴンが出てる。G のドラゴン味が多分 G ショックつけてるもん。 G ショックつけてるの。あのなんか語尾が上がる感じというかさ、うんうんうん、そうあの感じがねもうそれなんで、本当にそういうスタイルなわけだ、うん、オープニングムービーも、ね、かっこよかったし、そうね、うん、そこからのあのギフテッドのイントロでグワーいけるそう、ね、出てきて、こういうのあんまり言うちょっとダメなのか。でもそこで記憶ってからね、その匂いでもう2週目だから人生。いやあれも完全に、うん、1回ね50代ぐらいを経験してないとあの仕草出せない。そもそも積み重ねてる。そう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 、経験が違う。1回ねあれはでも40代50代経験してないとあの記憶には出せない。そのくらい重さがあると思う。重さがある。俺だったら記憶にだから確かにな。そう普通だって出せ、俺の15歳で記憶にだから。俺もそうだよね。よくにライティングっていうかさ、その演出もかっこいいし、うん、ムーブオンもやっぱかっこいいっすね、うん、めちゃくちゃかっこいいもん。ゲラーもうゲラーやばいね。大画面ゲラーやばい。スカイハイにね必殺技だねって言われるだけあるわ。あるね。これはシュントでしかマジで出せないだろ。そうだろ。あカラオケだと音程がどうなってんだろう。でもないよ。ないないなしだ。ないない。ないじゃあミュータンスのもういい音程ない、もういいつもういいつないからもういいつ回転終わるからそこで終わるのかよ。マジでだってもう今このねカラオケとかもちょっと行きづらいけどさ、もうこのギフテッドの出だしの流行の記憶にだけ歌いに行きたいもん。確かにここで歌って金払って帰ろう。いやすごっ。太っ腹やな。フリータイムで入るじゃん。太っ腹な。フリータイムよし言うて記憶によしよし満足ですけど。家でやるよそんなの。
このバリエーションが強いですよね、このビーファースト、うん、その声のこの工程もそうですけど、うん、まあ、いろんな人が本当に何でもできる集団だからさ、そうですね、ソータも普通にラップじゃなくてさ、しっかり歌うところもあるし、もう基本はラッパーですけど、うん、クリーンなところっていうか普通のパートもあって損しかないですから、ね、そうですね、スーパーマンゾロリやん、ナンバーアップもいいですからね、これね、おお、ミルクボーイ出るよ、出るという感じで、はい、ちょっとこの動画は一旦ここまでで順番に見ていきますので、うん、はい、よろしくお願いします。期間的に言ったらなんか週1ぐらいで上がると思うんでそう、ね、あのあれですけど4週ぐらいに渡ってるんですけど、ね、最初の動画と2個目の動画も10日ぐらい空いてたじゃないですか、あららら、だからでもチャンネル登録は解除しないで、ね、そうっすね、そうそうそう、あの僕ら結構いろんなことやってますから、そうっす、あのちょっとそのね、ビーバーさんの動画がね週に5本上がるとかやってるんですよ、まあ、ちょっとそうっすね、そのこうお待ちいただけると嬉しいですね、そうですね、はい、1週間くらい待っていただければそうです、ね、次回続きます、はい。